それでは次はですね、セクション 4.7 の方逆減の計算というのをやります。テキストですと60ページです。で、ここでは R をカカンカンとしまして、で、I を R のイデアルとします。で、そうしますと、この R をですね、I で割った常用感というのを考えることができるんですが、もし、この常用感のある弦ですね、A が単弦の時、すなわち情報の逆弦を持つ時に、まあ、その逆弦を計算しようということを考えます。で、今日の話は、この逆弦の計算に拡張ユークリッド5乗法が有効であるという話をして、まあ、その計算手順を紹介します。で、一応理論的な基盤になるのが、これから述べます定理 4.48 という定理です。内容は以下のようになっています。まず、R をユークリッド正規としまして、それから D をそこで定義しているユークリッド関数とします。で、あと A と M を R の弦とします。で、この時に、その A モード M ですね、これは確か前回定義しました記法ですけれども、A を M で割った乗与っていうのが、で、あと一方、こちらはこういう乗与感ですね。R オーバー MR の単元であるならば、まず言えることとしては、A と M の最大公約子が1であるということが言えます。で、さらに、この時にその拡張ユークリッド5乗法を用いて、この乗与感におけるこの A の代表源ですね、常用類としての代表源の情報の逆減も計算可能であるというのがこの定理です。まず、じゃあ、証明から順に見ていきたいと思います。まず、その、常用感 R オーバー MR において、この A を M で割った常用ですね、常用類の代表源がここの常用感の単元であるということは、まあ、それと同値な言い方としては、まあ、ある、R の弦 S が存在してで、S はこの A の情報の逆弦ですと。すなわち、S×A というのが M を法として1に合同であるということが言えます。でこの合同式の定義を書き換えますとこれは、ある R の弦 T が存在して、SA-1 というのが、M の T 倍に等しいと。まあ、こういう性質が成り立つわけですね。で、この等式をですね、変形することで、実は、この等式はですね、SA プラス TM イコール1ということを表します。で、ここで、大事なことは、こういう、A と M がこういう関係式を満たすときには、この S と T というのは、拡張ユークリッド5乗法で計算可能であるということに注意してください。で、最後に、こういう関係式が満たされるということは、A と M は互いに素であるということが言えます。まあ、こういう定理に、まあ、よるわけですけれども、まあ、尾行としましては、以下のようなことがあります。この、まあ、A と M から、お入力とする拡張ユークリッド5乗法の出力を、まあ、RST としましょう。で、この時にもし R が1ならば、この S モード M ですね、S を M で割った乗与で表す代表源っていうのは、この R オーバー MR という乗与感におけるその A モード M という、まあ、A と合同な弦の、まあ、情報の逆弦になります。で一方で、まあ、R が1でない場合、すなわち A と M が互いに素でない場合というのは、この A を M で割った乗与で表されるこの代表源というのは、この間において、乗与間において単元ではありません。ですので、まあ、この A モデ M の情報の逆弦は、この乗与間においては存在しないということが結論付けられます。まあ、一応理論的にはこういう話なので早速例題を見てみましょう。この例題はテキストですと例の 4.49 というところにあります。
そうですね、例の 4.49 はテキストの60ページにあります。でここでは R を、まあ、整数感として、それから M を29、それから A を12とします。で、ここで M をイコール29を法として、まあ、A イコール12の 逆元があれば、まあ、求めなさいというのがこの例題です。でそこでやることは、この M イコール29と、それから A イコール12を与えて、拡張ユークリッド誤助法でこう計算していくわけですね。でそこで、まあ、R0 が、まあ、29と、それから R1 が12ですので、まあ、ここからその乗用の列を順番に生成していきます。そうしますと、R2、S2、T2 の列が組が、まあ、ここでは5、1、-2というふうに出まして、でさらに計算していきますと、R3 と S3 と T3 の列が、2と -2と5、それから、R4 と S4 と T4 の組が、1と5と -12 というふうに、計算されまして、で最後R5 と S5 と T5 が、まあ、0と -12 と29というところで、まあ、計算が一応止まります。でそうしますと、その i が4の時に、5×29 とですね、それから 12×-12 の和がまあ1になるということで、まあ A イコール12に対して、その A の-12倍というのが29を法としてちょうど1に合同になります。で、まあ、一応この例題ではその逆元の政府については特に言っていないので、まあ、-12でもこの場合は構わないと思うんですけれども、まあ、一応正の逆元を求めようとするならば、-12 に、29を法として合同な正の数というのは17ですから、そうするとこの場合は、まあ、17が、19を法とする12の逆元であるということになります。ここまでいいでしょうか。ではもう一つ今回はその例題を解いてみましょう。でここではその代数的数の逆数の計算を考えます。でここでは3次の方程式ですね、 x3-x2-x-1=0 の根の一つを α としますで、まあ、この時にその α2+α の逆数をそのアルファの二次式で表しなさいというのが次の例題です。でここで、まあ、この形で表した時の、まあ、ラージ A とラージ B とラージ C はそれぞれ有理数で表すことにします。で、一応この話のですね、背景をちょっと復習しますと、こういう話になるんですけれども、まず FX ですね、この x3-x2-x-1=0を fx と置きまして、方程式 fx=0 の、まあ、根の一つを α としましょう。で、これをですね、その、まあ、Q、有理数体 Q に対して、その、この α を転化した α による拡大というのを考えます。これは Q の括弧の α というふうに、こう、表されるわけですね。で、一方で、その、Q 上の1変数の多項式間 QX をこの多項式 FX で生成されるイデアルで割った乗用感というのを考えます。でそうしますと、実はこの Q に α、Q を α で拡大した拡大体の元と、それからその QX を FX で割った乗用感との間に、まあ、こう対応ができるわけですね。こういう形でその α の多項式に対してこの x による多項式の対応ができます。でさらにこれ fx が球状規約になりますと、この対応というのは同型になるわけなんですけれども、今この fx は球状規約ですので、この2者の多項式の対応というのは同型になるわけです。でそこで
今はですね、この元々の問題は、このアルファ2乗プラスアルファっていうその代数的数の逆数を求めなさいっていうことになってるんですが、このことをですね、この動形を使って説明すると、gx イコール x2 乗プラス x っていう多項式をこの常用感で考えて、この常用感でのこの gx の逆元を求めればよいということになります。でこれはすなわち、この gx のその最初の fx を法とする、まあ、逆元を求める問題に帰着されるわけです。ということで、今度の例題では、その fx と gx を入力とする拡張ユークリッドの誤助法の計算を行います。でそうしますと、最初の r0 と r1 にはそれぞれ fx と gx を代入しまして、で、これをまあ割り算していくわけですね。で、まあ、2番目の r2、s2、t2 の組が、ここにありますように x-1 と1と -x+2 となりまして、でさらにと r3、x3、t3 の組を計算しますと、2と -x-2 とそれから x2-3というふうになります。でここまでの計算でそのこのようにですね、-x-2×fx と x2-3×gx の和が、まあ、2になるということで、まあ、両辺を2で割りますと、sfx プラス tgx ですね、s と t のそれぞれ、まあ、多項式なんですけれども、まあ、その和が、まあ、ちょうど1になるということで、このことから、その、gx にですね、2分の x 乗マイナス3をかけたものが、f を法として1に合同になるということですので、この常用感上ではこの2分の x 乗マイナス3というのがこの gx の逆元になるわけです。で今その元の拡大体に戻って考えると、ちょうどこの変数 x に α を代入したようなα の多項式がこの常用感での拡大体の逆元になりますから、そうすると gα の逆元というのがここにありますように2分の1かける α2 乗マイナス3ということになります。一応これが正しいかどうかっていうのを確かめるために検算をしてみました。今出た逆元が2分の1かける α2 乗マイナス3ですね。それからもともと考えていたその g の α っていうのが α2 乗プラス α です。でこれをかけますとこういう形になりますけれども、そうですね、α の余事式になるんですが、これちょうど1プラス2分の α で、じゃあこれ fα で割り切ることができるわけですね。で1プラス2分の α かける fα プラス1ということになりますが、この fα っていうのはその定義から fα0 になるように α 取ってきていましたから、この部分が0になって、あと1が残るということで、確かにこの2つの代数的数の積が1に等しくなるということが分かると思います。ここまでいいでしょうか。はい。というわけで、今回は、拡張ユークリッド誤助法の性質から一つですね、この、まあ、テキストから定理を述べまして、それからあと、後半ではその拡張ユークリッド誤助法の応用として今回はその方逆元の計算というのを行いました。で、次回なんですが、次回は拡張ユークリッド誤助法の性質でまだ他にもいくつかありますので、まあ、それについて紹介した後で、拡張ユークリッド誤助法の応用としましては、実数の連分数展開を紹介します。でこれはテキストではセクション 4.13 に説明がありますので、必要な人は予習してきてください。ここまでよろしいでしょうか。それでは今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。